世界ステーション。皆さんこんばんは、清水愛です。始まりました、世界ステーション第10回目となります。世界ステーションはスマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクを遊んでくださっている皆さんに向けてボカロ文化の魅力をお伝えしたいというラジオ番組。今日もね、熱いお話、そして心がほっこりするようなお話、たくさんもたっぷり伺いたいなと思っておりますので、30分何卒よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。世界ステーション。ではでは、お待たせいたしました、本日のゲストをご紹介しましょう。ボカロPのミキトPさん、そしてレオニード篠森志保役の中島由紀さんです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、では本日はですね、早速こちらのコーナーから進めてまいりたいと思います。この曲を聴くと思い出す。お、今回はリスナーの皆さんからこの曲を聴くとこんなことが思い出として蘇るよというメールだったり、お二人の思い出話なんかも伺っていきたいなと思いますが、中島さん、はい、学生の時に出会って数多くのボカロ曲を今まで聴いてらっしゃると思いますが、はい、ぜひ思い出話聞かせていただければと思います。そうですね、まあ、もちろんいっぱいあるんですけど、高校生の時に音楽部というか軽音部に入っててベースを弾いてたんですけど、こう毎回こう部活で弾く楽曲はみんなで決めて、でオリジナル曲はないので、まあカバーになるんですけど、その時に個人的に勝手にこう弾いてたのがミキトピーさんのサリシノハラを弾いてて、何マジですか。そうなんです。初耳ですかこれは、ミキトさん。もう当然初聞きですね。お初めて言いました、目の前で。嬉しい。マジか。そうなんです、すっごく好きで、ミキトさんの曲自体がすごい好きだったので、何かこうなんか弾けないかななんていろいろ見てた時に、こう雑誌かなんかにタブが載ってて、あるじゃんと思って頑張って弾いたっていう記憶があって、で一回やろうかなって思ったんですけど、その文化祭とかでこうみんなでカバーしようみたいな話をしたんですけど、ちょっと他のパートが結構難しめだったりとかもしたので、あーちょっとじゃあやめようかって言って、結局披露はしなかったんですけど、個人的にひたすら弾いたみたいな。そうですね。あれ俺が考えたベースラインなんですよ。ですよね、俺が弾いたベースなんですよ。ですよね。そうなんです、まさかご本人に直接言う日が来るとは思ってなかったので。嬉しい。なんか今すげえドキドキしてます。今私はすごく恥ずかしいです。はい。でもミキトさんの曲って本当にバンドでちょっと真似したいというか、うやってみたいなっていうかっこいいね、ポイント決めの部分たくさんありますもんね。はい、いっぱいあるんですよ。できないって言って脱落していた人たちもたくさんいますけど。むずいやって。難しいんですよ。うん、ミキトさんから何か演奏時のコツとかなんかあったりしますか。ぜひあのセカステ聞いてる、あの楽器始めたいなとか、はい、ちょっとコピーしたいなって言ってる皆さんにもなんかお願いします、アドバイスみたいな。コツってそれもうひたすら練習するだけなんですけど、まあなんか真面目なこと言うと、まあなんかゆっくりなとこから始めてだんだんスピード速くしていくみたいなのが、まあ割といいとか言って言いますよね。その音のなんていうんですかね、音ってこう一個ずつ並んでるじゃないですか。その音の価値っていう音価って言ったりするんですけど、それをこう最後まで感じながら、難しいですこの話。ためになる。聞きたい、いろいろ。まあ、例えばあれですね、一曲通してやるっていうことがすごく、なんて上達のコツらしいんですよね。途中で、やめないっていうか、はいはいはい、ゆっくりでもいいから一曲通してやるみたいなのは大事って聞きます。あ、もう、
中島さん、今でもたまにベース弾いたりとかあります？全然弾くんですけど、ちょっともうまた挑戦してみようかなって思って、うーうーとか言って恥ずかしい。やっぱなんかそれこそあのね、あの前回かけたピーキーピーキーのベースなんていうのも、いやえぐいですよあんなの。いやそうですけど超かっこいいんですけどね、できたら死ぬほどかっこいいと思います。ゆっくりでもいいんで、スラップをねこう習得するっていうのがかっこいいですよね。まず一つの壁みたいなものがあると思うんです、ベースの中では、うんうんうん、だから、はいはい、あれをすごい速さで基本ずっとやってるじゃないですか、うん、そうですね基本やってるからもうド頭の時点でもう大変難しそうな、でもできたらかっこいい。そうですね、はい、それも楽しみの一つですもんね、はい、いつか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 、はい、そんな動画だったりも楽しみに一ファンとして待ちたいなと思います。では中島さんとちょっとミキトさんのエモいちょっと会話なんかも聞けましたが、リスナーさんからもね、はい、メールいただいておりますのでご紹介したいと思います、はい、まずはラジオネーム、あ、匿名希望さんですね。昨年高校受験した高校1年生です。そして無事合格しましたというふうなお便りいただいておりまして、私はなんと受験期に利き腕を剥離骨折してしまいまして、ただ誰にも愚痴を吐けず諦めかけていた時にレオニの1を聞きましたと。でサビの歌詞が胸に刺さっても号泣で、ニードルの泣く時は教えてよ絶対でまた号泣しました。しんどかった受験期を支えてくれたのはレオニの歌と志保ちゃんの力強い歌声でした。今は高校でソフトボール部に入部して汗だくになりながら頑張っています。これからもレオニと共に生きていきますと。嬉しいメールが中島さん届いてます。すごい、ソフトボールしてるということは利き手は治ったと、そういうことですね。おめでとうございます、うん、もう骨折はしないで怪我なく頑張っていただきたいですね、うん、はい、先ほどあの中島さんはあの音楽部、うんうん、バンドなども、ね、やってたということですが、はい、ミキトさんは学生時代は何か部活とか入ってらっしゃいましたか？ね、中学の時、ね、野球してましたね。で、あの、まあ、そのスポーツの道にはちょっと行かずに、うんうん、まあ、その頃にギターとか覚えた、うんうん、まあ、もうちょっと前か、あ、まあ、なんかその音楽が盛り上がってきたんで、はい、で、まあ、とはいえそういう部活なかったから高校の時とか。あ、そうなんですね。まあ、高校の時はなんか、なんすかね、美術部みたいなところに入部せずになんか入り浸ってましたね。あれあれ部員ではなかった。部員ではないのに合宿とか行ってましたね。行けるんですね。なんか行けちゃいましたね。忍び込んじゃった。もちろんお金払ってね。あ、お金払ったんですね。すごい、美術部はでもなんか意外な感じがしますね。あ、本当ですか。あの、はい、まあ多少絵も描けますよ。あ、すごい。多少ね。あの、ラインスタンプ持ってます。あ、なんですか。あの、卵の。あ、マジですか。はい。まあ、あれ、僕が描いたんじゃないんですけど。あれ持ってます。それでもありがとうございます。はい、では、そんな続いて、ミキト P さんへの思い出の曲も来ております。はい。ラジオネーム、ライオネルさんです。ゲストにミキト P さんがいらっしゃるということで、僕の思い出の曲の一つ少女レイについてお話ししたいと思います。この曲を知ったきっかけは学生時代からの同期で同じ夢を追いかけていた友人がよくカラオケで歌っていたからです。爽やかなイラストなのにゾクッとさせるような歌詞がとても印象的でした。そしてその友人も現在は地元に帰り新しい夢に向かって人生を歩み始めています。そんなこともありこの曲を聴くと曲の世界観も相まって友人と一緒に夢を追いかけていた日々を思い出しますとのことです。うん、ありがとうございます、うんうん、こちらの曲も、まあ、名曲の一つですしプロセカでもね楽しむことができますが、中島さんやはりこの世界観っていうのはグッときますよね。いや、グッときますよ。なんか、うん、もちろん爽やかさもうめちゃめちゃありますけど、うん、やっぱ歌詞でこうなんかおーっとなるというか、はい、すごい印象的で、もう入った時はすごい嬉しかったです。プロセカに入った時は、うん、わかります。ミキトさん今もこうやっていろんな方の背中を押している曲の一つになってますが、
どうですかこんなメールが届いて。いや本当でもありがたいですね、まあ、月並みな言い方ですけど、まあ、作り手冥利に尽きると言いますか、はい、まあ、特に少女ねとかはなんていうんですかね、確かに独々しいというような歌詞というか、なんていうかちょっとコアみたいな、まあ、歌詞はまあもともとそのあとあるドラマからそのインスパイア受けて作った曲なんですけど、まあ、はい、それと夏、まあ、そのドラマも結構ね夏のドラマで、なんていうんですかね、セミがシーって鳴いてる、なんか無言のシーンとかも結構挿入されていたりとか、まあ、そういうとこも楽曲にちょっと反映させたりとか、でも今聞くとあの曲感想めちゃくちゃ長いじゃないですか。あ、長めですよね。そうそう、なんかね、今やその ギターソロもあのスキップするみたいなさ、なんかそういうニュースで出てましたね。ニュースの時代があるぐらいなのに、あんな長い感想をみんな聞いてくれてんだと思うと、はい、すごいなんか嬉しいですね。なんか稀有な曲だなとは思いますけどね。でもなんかミキトさんの曲って、まあ、歌詞もなんか心の叫びをね、なんか歌ってるものもあるなと思うんですけど、楽器たちもなんか一緒に導かれて結構叫んでる感じがすごいするので、その感想すらね、しっかり聞きたいなと思いますけどね。確か少女霊の時はなんか新しい機材とかマイクを導入して、いい音で撮れるぞって、その嬉しい気持ちが完全に音に出てますね。あー、すごい楽しいって感じが出てますね。それ聞いてまた聞きたくなっちゃった、うん、そうですね。もう一度改めてそういったお話を思い起こしながら聞いてみたいなという感じもしますね、ではここで一曲挟みたいなと思うんですけれども、まずは中島さんの思い出の一曲、はい、2週間前もこの曲を聴いてボカロの世界に入りましたというお話がありましたが、はい、曲紹介改めてよろしくお願いします。わかりました。モッチーさんで悪の娘。さあひざまずきなさい。していますのはモッチーフィーチャリング鏡音凛で悪の娘でございます。以前もお話ありましたが、中島さんにとっては思い出の一曲ということなんですよね。そうですね、もう衝撃を受けたなっていう楽曲と、友達にめっちゃ広めたなっていう思い出がいっぱいありますね。こちらの曲に関してはノワールさんからもお便りいただいております。はい、清水さん、ミキトピーさん、ユッキーさん、こんにちは。こんにちは。私が小学生の時にボカロが流行っていて、初めて聞いたのが悪の娘です。まだその時は悪のシリーズについて詳しく調べていなくて、中学生の時に滞在シリーズの一部だと知り、奥が深いなと思いました。そんな思い出があるシリーズがプロセカとコラボするとした時はとても嬉しく、さらに書き下ろしの楽曲まであって言葉にならなかったですという風にいただいております。ミキトさんはいかがですか。当時ニコニコ動画もよく見て遊びに行っていたという中、この曲、印象的な一曲だと思うんですけれども、この曲実はあんま聞いたことなくて、はいはい、今回ね初めてぐらいに聞かせていただいたんですけど、はい、なんかもうやっぱメロディーがあれですね、はい、そのもう日本の昔からこう
受け継がれている伝統 の, あのメロディーというか、あの、はいはい、日本人が大好きなメロディーラインっていうのがなんかすごいよく出てるなっていうふうに思ったんで、やっぱこういうメロディーって本当に永久不滅だなみたいな感じで思いました。とても素晴らしい楽曲だと思います。そういうのがあの楽曲を聴いてパッとわかるんですね。すごい、はい、わかっちゃいましたさすがです。いや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 悪の娘以外にもね、メールにもあるみたいにシリーズにもなっておりますので、いろんな曲をまたニコニコ動画だったりで楽しんでいただきたいなと思います、はい、ではでは続いてミキトピーさんの思い出の一曲というのも伺いたいなと思うんですけれども、ええ、ではまずははい、曲から聴いていただきたいなと思いますので曲紹介お願いします。はい、それではミキと P でシークレット DVD。 フィーチャリング初音ミクでシークレット DVD お届けしております。ミキトピーさん、この曲にはどんな思い出が？そうですね、この曲、まあ、ちょっと久々に聴きましたけどあのなんかやっぱ思い出すなっていうのが、うんうん、まあ、なんか一番最初思い出すのは、僕この曲出すまでずっとあのボカロのミキっていうのをなんか使ってたんですね、うん、まあ、そのミキとピーの由来にもなってる、はい、まあ、ミキを使ってたんですけど、この曲から初音ミクを使い出したんですよね。あ、はい、なんかそれは自分の中でもなんかこうある意味なんかこのステップアップっていうのも自分の中であったりとか、あの、まあ、ステップアップっていうとミキがちょっと下みたいな、いやそういうことないんですけど、いや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 、伝説のねミキ P の称号も持ってらっしゃいますから、自分の中での、まあ、大きなちょっと転換期だったような気がするっていうのと、あとなんか楽曲のこのサウンド感をこの曲仕上げてるのは友達募集 P って人なんですけど、まあ、はい、通称トモボさんっていう、トモボさんと初めてやった曲なんですよねこれ。っていうので、その今まではミックスも自分でやってたんですけど、まあ、その道のプロの方、プロというか、まあ、ミックス師さんと一緒にやるっていうのもこの時からだったり、はい、確かこの曲を投稿した次の日に、311 の, あの東日本大震災が起きてて、なんかそれもねすごく自分の中で相当なインパクトがあるし、なんかいろんなことをあの時期の空気感、匂いとか、ね、部屋もごちゃごちゃになっちゃったし、あの時、まあ、都内にいたんですけど、はい、あの時のごちゃごちゃ感とか、うん、いろんなことをなんか思い出すなっていうので、う、今日ちょっと上げさせてもらった感じですね。歌詞とかもすごいなんか官能的というか感じだったりしますもんね。さっきおっしゃってたみたいに、あの今までのミキトさんとはちょっと曲調も違うような感じで、うん、新しいなんか挑戦をしているなっていうのをなんか曲からも感じる一曲だなと改めて聞き返して思いますね。そうですね、なんか、まあ、バンド時代にやってたのって結構ギターとかじゃんじゃん鳴らした、うん、まあ、割とこうシークレット DVD とかに近いような作風だったんですけど、一旦なんかボカロやりだしてからはもうちょっと違う感じだったりとか、なんか可愛らしい曲だったりとか、いわゆるなんかそういう界隈に寄せたような曲が多かったんですけど、はいはい、
なんかもうちょっと自分が本来持ってるものとか出していいんじゃないかみたいな風に思い出したのが、まあ、さよことかシェイクと DVD とか、なんかその辺に反映されてるって感じですかね。ちなみに先ほどももともとミキを使っていてミクになってみたいな話もあったりしますけど、はい、ミキトさん比較的数多くのバーチャルシンガーと一緒に曲作りをね、されてるかと思うんですが、なんかそれぞれの良さというか個性というか、どういう風に歌ってもらう子を決めてるとかあったりするんですか？あ、僕はでもなんかね、完全にこう声ですね、その、はいはい、こう声質っていうか声質、その曲が、どのシンガーというかどのタイプのシンガーが合うかっていうので決めてるので、そのキャラクターで決めてるっていう感じではないですね。なので初音ミクのダークが合うとか、うん、鏡音凛の、まあ、なんですか、あのパワーがいいとか、うんうん、そういうその声質で決めてますね。だからこそあの曲がジャンルが幅広かったり、はい、様々なのでバーチャルシンガーたち、歌ってもらう子たちもたくさんの子たちと一緒にやっているということなんですね。そうですね、はい、へー、で最後にですね、こういったお便りも来ているので紹介したいんですけれども、うん、ラジオネームスマイルさんです。清水さん、ゲストのミキトピーさん、中島由紀さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミキトピーさんに質問です。ミキトピーさんはバンド出身のボカロ P ということで、ご自身でも曲を歌う機会がたくさんあったかと思いますが、自分が歌う曲とボカロに歌わせる曲では曲の作り方が大きく違ったりするのでしょうか。またボカロ P としての経験は自分が歌う時の歌い方や曲作りに影響を与えたりしたのでしょうか、というふうにいただいております。ええ、ミキトピーさんの声のファンという方もね、中島さん多いと思いますよね。多いと思います。おー、まあ曲の作り方、まずその決定的に違うのはやっぱ歌詞ですね。歌詞、はい、そのボカロに歌わせる歌詞と自分で歌う歌詞っていうのは多分全然僕の中で違うっていうか、あのやっぱり自分で歌うってなると、なんかその前回もそんな話したかもしれないですけど、はい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 、自分が今思っていること、考えていることが直接ダイレクトになんかこう、自分の中でこう話すように伝わるというか、伝わってしまうというか、はい、そういうのが自分の中であるので、まあ、ボカロを通した方が僕個人的にはなんかいろいろ歌詞が書きやすいっていうか、なんかやっぱり一枚その気持ちを代弁してくれる人に歌ってもらった方が、まあ個人的には書きやすいな、うん、活動の中で自分で歌う曲もやったりもしたんですけど、うん、なんかめっちゃ難かったですね。あ、なんか一緒に歌うっていうのもありますよね。一緒に歌うありますね、はい、ロキとかを一緒に歌ったり、うん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 、それはまあ、あのなんていうかロキの世界観をこう、まあ、いい意味で演じるじゃないけど、その世界に入って歌えたりするんですけど、うん、完全に自分で歌う曲ってなると、その今の自分の年齢と か, なんかもうなんかこう意識しちゃったり、今自分が何を言うべきなのかみたいな、すごいいろんなものを背負い込んでしまうというか。なるほど。なので、あ、こんなんやったらもうまた自分でまた作るときに大変ですけど一度なんかそういうのを脱却したいなと思いながらありますね、自分で作る歌う曲はね。うーん、他の歌をする曲は割と自由にやれてるなっていう気がしてますけど、そんな感じでいいでしょうか、はい、でも中島さんのなんかその司法を演じながら歌うみたいなところって、もちょっとなんか楽曲と通ずるところがありそうですね。あ、それはそうかもしれないですね、うん、やっぱ司法として歌うときは結構太めというか低めというか、うん、こう、はい、結構力強さをすごく意識したり、こうファルセットあんま使わないとか、うん、地声で結構張り上げるように歌うように意識したりとか、そういうディレクションとかもいただけるので、はい、こう皆さんと一緒に作ったりとかはしてるんですけど、まあ、ソロで歌わせていただくときは、うん、まあ、自分の好きなようにってなるので、逆になんだ選択肢がありすぎて迷っちゃうというか、こう、あ、自分の歌いたいものってなんだろうとか、うん、こう入れたい表現ってどれかなとかっていうのは、やっぱそこでは違いは出てくるのかなっていう感じがしてますね。
なるほど、はい、お二人の話を聞いてると、いやさすがプロだなっていうのも感じるんですけれども、ラジオネームバケットさんからこんなメッセージいただいております。中島さんが演じる日の森志保ちゃんはプロというのがキーワードのキャラクターだと思いますが、ミキトさん、中島さんはプロとして大切にしていることなどありますでしょうか、とのことです。なんだろう、なんかあれですね、その音楽で飯を食うみたいな、そういう意味そのであったりとか、そのアーティストであったり、アーティストの プロアーティストというかであったりって、またいろいろ変わってくるのかなと思うんですけど、まあその音楽で食うみたいなところで現実的な話をすると、まあシンプルにその連絡を早く返すとか遅刻しないとか、よく聞く、大事ですねなんかそんな話になっちゃうんですけど、でもそれはでも本当に意識しますね。そうやってこうね、自分が仕事する相手もなんかねやりやすい人がいいだろうし、それはなんか逆に自分にも返ってくるので、まあ、そういうとこ意識しますけど、まあ、アーティストとかっていう話になると、やっぱりなんかまあ大前提聞いていただくっていうのが大前提であったりするので、まあちゃんとそのどういうふうにこの曲を聴いてみんなが感じるかっていうのをちゃんと意識してやるっていうか、かっこいいと思ってほしいんだったら自分の頭で考えたかっこよさと聴いた人が感じるかっこよさってずれる時があるんで、あのちゃんとこう分かりやすく、まあ僕優しくってよく言うんですけど、優しく伝えてあげるというか、あの聞く人がにちゃんと届くように、そういうその優しさっていうのはなんかそのレベルを下げるとかじゃなくて、こうシンプルにっていうのもまたちょっと違うんですけど、優しいってなんか漢字が2個あるじゃないですか、まあ 2、3個あると思うんですけど、はい、いろんな意味でこの優しくリスナーに届けるっていうのはなんか意識しますね。確かに一生懸命作ってこだわりを詰め込んでも自分の思いが届いてなかったらと思うと寂しいですもんね。それがね、僕はちょっとなんか嫌なんですよね。ちゃんと思ってることがあるんだったらちゃんと届けたいこと、音楽に関しては思うので、まあ、そういう意味で、まあ、優しくやるっていうのは思ってますね。初心者の方にもね、新しく何か作品作りたいなという方にも参考になる意見だったかなと思いますが、一方ででは中島さんはいかがですか？そうですね大切にしていること、個人的には、まあ、そのお仕事にもう前向きに取り組む、何事にも前向きに取り組むみたいなのは、まあもう当たり前かなみたいなのは感じているので、それ以外ってなると個人的にはメンタルコントロール大事かなみたいなのがあって、そこは結構意識はしてるかもしれないですね。なんかこう落ち込むことがあった時にどう復帰するかとか、こういうことあったけどポジティブにどうやって捉えようとか、こう疲れてる時どうやって回復してあげようとか、そういうのはいろいろ気にしてることなので、私はそれかなっていう気がしますね。やっぱメンタル大事、うん、大事そうですよね。またコロナ禍でストレスも多い世の中ですから、何かお気に入りのストレス解消法とかありますか？私はゲームをすることですね。さっきもありましたね、はい、ゲーム書いてるんですけど、ゲームいっぱいすることでストレス発散できるので、たまに息抜きしてまた頑張ってみたいなことしてますということで、皆さんプロセカでたくさん遊んでください。遊んでください。2週目もあっという間にお時間が来てしまいましたので、最後にあのお二人からリスナーの皆さんへメッセージだったりお知らせお願いいたします。はい、今日は聞いてくださってありがとうございます。これからもいろいろ頑張って曲作るんで聞いてください、お知らせは今のところ特にないんですけど、ツイッターとかで情報をゲットしてください。はい、はいはい、では中島さんもお願いします。はい、プロセカたくさん遊んでいただいて、レオニの応援もよろしくお願いします。いろんな物語がどん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 広がっていくと思いますので、みんなで笑って泣いて盛り上げていけたらいいなと思っているので、よろしくお願いします。中島からのお知らせはツイッターを見てください、はい、お願いします以上です。はい、ということでお二人のツイッター、SNS など要チェックでございます。
ということで2回にわたってミキとピーさん、中島由紀さん、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。世界ステーション。さて、お送りしてきました世界ステーション、あっという間にエンディングでございます。この番組では番組の感想だったりボカロに関する質問、ボカロ曲とともによみがえる思い出を募集している、この曲を聴くと思い出すへのお便りなどお待ちしております。どしどしお送りください。アドレスは世界ステーションアットマーク pj.jp です。ではここでプロジェクト世界のお知らせです。ただいまイベント迷い門の手を引くその先はを開催中です。イベント終了後にはアフターライブもあるので、皆さんぜひ参加してくださいね。また同時開催中のナーシングマイ S ガチャでは、星4、朝比奈真冬、秋山瑞希、鏡音蓮の3名の新メンバーの出現率がアップ中です。皆さんぜひチェックしてください。続きまして私からのお知らせです。 CBC ラジオにて毎週金曜日24時から私清水愛と斉藤初音アナウンサーがパーソナリティを務めるレディオミクが放送中です。このあと24時から放送ございますので、こちらもお聞きください。皆さん第10回の配信はいかがだったでしょうか。今日は中島さんが高校時代にミキトさんの楽曲を演奏してましたなんてお話もありましたし、それぞれの思い出の一曲からプロとしてのこだわり、ポリシーなんていう話もいろいろ聞けましたね。今後もいろいろなクリエイターの皆さんと、そして声優さんの方々と熱いボカロトーク繰り広げていきたいなと思っておりますので、今後の番組もぜひよろしくお願いします。ということで世界ステーション、次回の配信は7月1日の金曜日です。こちらもお聞きください。ここまでのお相手は清水愛でした。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りしました。